スピリチュアルをぶっ壊す。はい、毛沢東占い1年ぶりに再開いたしました。YouTube 用に撮影するのは、今年が初めてですね。まあ今年というか、まあ人生で初めてです。いろいろね、相談などもいただいているので、一つ一つ、動画でお答えしていきたいと思います。それでは早速、相談呼ばせていただきます。今回は、男性の方ですね。男性でちょっと、異色というか、まあ少数派の方なんですけれども、男性でゲイで、ガチでマゾなんドマゾなんですよね。ド M ホモでド M の丸米さんから質問が来てます。このホモってことはまあ男性なんですけれども、女性からでもですね、人気があるんですよ。すごく、まあ、非常にね、私リアルで知ってるんですけれども、穏やかですし、まあおっとりと品もある方なんでね。でそれでまあゲイなんかもカミングアウトしてるんで、女性からは非常に人気があるんですよ。まあちょっと不便なところに住んでるんですけれども、そういうね、不便なところにももう丸米さん会いたさに、このコロナのご時世でも、丸米さん会いたさに女性の方がね、こう会いに行っちゃったり遊びましょうって来るんですけど、まあ、それがね、丸米さんにとってはちょっとこう負担というか、まあ、正直女性に対してね、そういう、まあ、友達としてはよほど、まあ、面白い人じゃないとあんまり会いたくもないし、まあ、どっちかというと丸米さんド M ですから、ちょっとこうサディストでかっこいい男性の方にドキドキするんで、まあ、出かけるんだったらそういう男性とね行きたいっていうところなんですけれども、ではまあ女性とね、こう会いましょうとか住みましょうって断り方ですね、角を立てずにどうしたらいいでしょうっていうことなんですけれども、それを毛沢東主席に聞いてほしいということですので、じゃあ丸米さん、あなたのために毛沢東主席に聞いていますね。ちょっとお待ちください。はい、すいませんね。はい、では集中させていただきます。ここは天安門広場、毛沢東主席、お言葉をお願いいたします。革命無罪、造反有理、革命無罪、造反有理、毛沢東主席、お言葉をお願いいたします。国際主義者である共産党員が同時に愛国主義者であり得るか、我々はあり得るばかりなく、そうあるべきだと考える。愛国主義の具体的内容はいかなる歴史的条件のもとにあるかによって決まる。日本侵略者やヒトラーの愛国主義者もあれば、我々の愛国主義もある。丸米さん、ですね、あなたの場合はですね、ちょっとこう矛盾があるとすればですね、この指摘が言うには、ここですね、共産主義と愛国主義、このちょっと、まあ、社会的には二律背反じゃないかってところがあなたの中に内在してまして、その極端なものからね愛されるってことなんですよ。ですから丸米さんの中のそのド M ということで、理想的なね、今もうすごく愛し合ってるご主人様がいらっしゃるようですけれども、そういうド S のご主人様との素敵な出会いもあったわけですよ。日々ね、ものすごいこう楽しんでらっしゃるということなんで、それだけにこう女性とねの時間がもったいないっていう気持ちはすごくね分かります。それでここに書いてあるんですよね。そうですね、これもそうあるべきだと考えるっていうことは、そうあるべきだと考えるっていうことはそうではないということですね。言葉にあるものが実はない、求めてるものが実は手に入ってないということですから、この愛国主義者、これですね、まあ、こう戦略的に考えると、女性にとって丸米さんと一緒にいるメリットは何かというとですね、まあ、一緒にいても変な男性に声かけられないし、まあ、丸米さん結構ね
シュッとしていかつい男性だな、まあ、知ってるんで、まあ、一緒にいればね楽しいし、でもまあお話もね、あのサービス精神旺盛でいらっしゃいますから、ぶっちゃけたね、そういうものすごいなんかこう芸のものすごいなんかそういう営み的なことももうざっくばりなんですから、まあ、女性としては面白いからまた会えてってもあるんですけれども、ちょっとねこれはね、あの先方としてはあのこう与える側だけになっちゃいますとね、あの丸米さんの戦力が奪われますからね。これはあのちょっと違う用語でエネルギーヴァンパイアって言うんですけれども、あのエネルギーヴァンパイアがねターゲットにするのは、まあ、丸米さんのようなあの穏やかで優しくてちょっと人にねこう与える側の方なんですよ。で本当にね丸米さんが与えなきゃ与えるべき相手は今こうね可愛がってくださるドイツのご主人様ですから、じゃあどうするかと申しますと、中国の状況は違う、中国は侵略されている国家である、したがって中国共産党員は愛国主義と国際主義を結びつけなければならない、守りを固くしてください。中国といえば、万里の長城です。万里の長城は城壁です。あれだけの城壁があることによって敵が流れ込んでこなかったということですね。ですから丸米さんの中で、心の中でも何でもいいですけれども、ちょっとこう防波堤を作らなきゃダメですね。防波堤、実際ねこう防波堤を作るわけにいきませんから、まずは見た目ですね。見た目、あのせっかくですからハードゲーみたいな格好をねあのすればいいんじゃないかと思ったんですけど、まあ、これから真夏ですからね、レザーやエナメルなんかは暑いし痒いし、あとはなかなかねあの買いに行くのも、まあ、ちょっと試着しないとねあれもなんか難しいですからね、まあ、そういうのも難しいっていうか、まあ、ご主人様の好みもありますからね。なので私からの提案なんですけれども、ラガーシャツですね、ラグビーのあの兄ちゃんが着るようなラガーシャツ、あれをですね、まあ、色違いでいくつも持ってるもあの用意しておいてください。もう夏はもう着替えがいっぱいありますから、ラガーシャツですね、ラガーシャツプラスちゃんとねこうステディがいるんだよっていう指輪ですね、指輪とかあとピアスとか、もうこれイカホモなイヤリングですね、イカホモなアクセサリー、これをがっちりつけておけば、まあ、いいんじゃないでしょうか、まあ、ドン引きするぐらいイカホモでいけば、それでちょっとこう女性に話しかけられた時に、気持ちねちょっと迷惑なんだけどとか、俺考え事してるからっていう、この考え事してるからっていうフレーズを言えば、まあ、あまりこうよほどデリカシーのない女性でなければ突っ込んでこれないんじゃないでしょうか、ちょっとこう距離をね取る、まあ、ちょっと話しかけられないなっていうのと、あと話しても合わないなっていうことで、丸米さんどのお話がねジャンル得意なんでしょうかね。エロをね言っちゃうと、まあ女性結構面白がっちゃいますからね、あのそのご主人様とどんな会話をしてるかはちょっと分からないんですけれども、ご主人様との会話をそのままねこんな会話したんだけれどもって、ちょっとそれにあの知的なねあの普通のね君たちには分かんないけどみたいな、せっかくねあのゲイでドマゾでしかも愛し合うご主人様がいるという、異性愛でもなかなかそんな愛し合う人いませんから、もう勝ち組なんですよ、その勝ち組アピールですよ、勝ち組アピール、その勝ち組アピールをして、そんなねあの女でありながら何をね芸のね僕と話するんだいみたいな、そういうスタンスで、ね、いいと思うんですよね。心の中でバギーの頂上を築いてください。そしてラガーシャツ、イカホモのアクセサリー、これでバッチリだと思います。まあ、もしね、まあ、できればご主人様と相談するのもいいですね。あの毛沢東主席がねあの提案は、まあ、そういう万里の長城を築くということなんですけれども、そのアイテムをねご主人様とちょっと話し合ってみてはいかがでしょうか。まあ、イカホモファッション、ラガーシャツ、アクセサリー、これでバッチリだと思います。まあ、もしねそれでもまだ何かちょっとねめんどくさい女子からお話聞かせてよとか遊びましょうって来るようなことがあったら、またね先方考えますんで、主席にね聞いてみたいと思いますんでね、丸米さん素敵なねご主人様との素敵なラブライフをね楽しんでくださいね。もう本当に焼けちゃうな、もうこの幸せ者をプチッ